長谷部誠。長谷部誠。長谷部誠。はせべまこ1984年、昭和59年1月18日隊は、日本のプロサッカー選手。静岡県藤枝市出身。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。ブンデスリーガーイントラ派とフランクフルト所属。元日本代表。著名な親族としては妻、佐藤有沙、タレント等がいる。 静岡県藤枝市出身。祖父が、誠と命名。3歳の時にサッカーアニメ、キャプテン翼の主人公、大空翼に憧れて、サッカーを始め、藤枝市立鎮太尾東小学校のスポーツ少年団、藤枝市立鎮太尾中学校サッカー部を経て、静岡県の名門藤枝東高校に、一般入試で入学。高校の同期には、岡田祐樹、 金沢大将などがいる。2年の終わり頃からレギュラーとしてプレーした。当時のコーチや対戦相手の監督からは、能力は高いが、フィジカルが弱いと評されていた。高校卒業後の進路として、自身は静岡県内のプロクラブへの加入を希望していた。U-18 日本代表候補への選出と2001年の全国高校総体準優勝などの実績はあったが、 全国高校サッカー選手権には、みでだったことなどから県内にクラブ、清水エスパルス、ジュビロ岩田からのオファーはなく、県選抜でのプレーを見た、浦和レッズのスカウトから勧誘を受ける。浦和の他には名古屋グランパス、明治大学からも勧誘を受けていた。高校卒業と同時に、浦和に加入。1年目はほとんど出場機会がなかったが、2年目の2003年は、 トップ下やボランチの選手として年間通して出場機会を得た。そして3年目の2004年はシーズン当初こそ山瀬康二に代わってトップ下で出場していたがシーズン中盤以降は鈴木啓太とダブルボランチを組み浦和のセカンドステージ優勝などに貢献した。この年はナビスコカップニューヒーロー賞 J リーグベストイレブンに選出された。 2005年から2007年の間も、鈴木啓太と中盤の底でコンビを組み、レギュラーとして J1 優勝や AFC チャンピオンズリーグ優勝をはじめとした浦和のタイトル獲得に貢献した。2005年末に初めて日本代表に選ばれたが、2006年のワールドカップの代表メンバーからは漏れてしまう。 その後、イビチャオシムが監督を務めると、日本代表に復帰したが、2007年はシーズン序盤に負傷したこともあって代表戦の出場機会はなく、同年12月に代表監督に再任した岡田武史に選ばれるまでは、日本代表から遠ざかっていた。2008年1月1日、ドイツブンデスリーガの VFL ボルフスブルクに移籍。代理人は、香川真治。 内田ダーツトラと同じトーマスクロート。2月、冬季中断明け初戦のビーレフェルト戦に、後半開始から出場し、海外リーグでのデビューを遺跡後早々に果たした。同年4月27日のアウェーでのレバー空前戦で、ブンデスリーが初得点を切り、遺跡 2>, 2シーズン目となる2008から09シーズンは前、シーズンまでのボランチに加え、右サイドハーフ、右サイドバックでもプレー。 2009年3月28日に行われた南アフリカワールドカップアジア最終戦バーレーン戦の試合中の故障により優勝争いも過強に迫ったリーグ終盤戦に一時離脱するアクシデントがあったもののクラブのドイツ国内主要大会初優勝に貢献したこのシーズン途中に移籍してきた大久保義人と共に奥寺康彦以来31年ぶりに ブンデスリーガ優勝を経験した日本人となった。9月16日 UEFA チャンピオンズリーグの開幕戦であるチェスカ・モスクワ戦に途中出場し、日本人選手として5人目の UEFA チャンピオンズリーグ出場を果たした。また、リーグ戦では9月18日の第6節シャルケレイ4戦でエディンジェコの決勝点をアシスト9月26日の 第7節ハノーファー96戦で今季初得点を決めるなどの活躍を見せ、2009から10シーズンはリーグ戦に得点6アシストを記録する。9月30日、CL グループリーグ第2節、アウェーでのマンチェスターユナイテッド戦ではスタメン出場し、後半11分に絶妙なクロスで自己の先制点をアシストした。2011年8月19日、 ボルシア・メンヒー・エングラード・バッハ戦で2シーズンぶりとなるリーグ戦での得点を決めた。9月17日、第6節、ホッフェンハイム戦では右サイドバックとして出場するも1点ビハインドでの後半35分に GK のマルビン・ヒッツがレッドカードで退場。チームはすでに交代枠を使い切っていたため、長谷部が急遽 GK を務めることになった。 慣れないポジションでありながら、正確なロングフィードを出したり、クロスボールにも飛び出してキャッチするなど奮闘するも、後半40分に失点し、チームは1から3で敗戦した。なお、日本人が欧州5大リーグで GK を務めるのは、これが初めてであった。2011から12シーズンは23試合に、出場するも、本職とは違うサイドバックでの起用がほとんどであった。 2012から13シーズンに入ると開幕から8試合連続ベンチ外という苦しい状況が続いたが成績不振により監督のフェリックス・マガトが解任された直後の第9節デュッセルドルフ戦でリーグ戦初出場を果たすとアシストを決めるなどチームの開幕戦以来の勝利に貢献したその後は前シーズンと同じくサイドバックでの起用が多かったがスタメンの座は守った 2013から14シーズン開幕後、本職であるボランチでの出場を希望し自ら移籍を、志願。2013年9月2日、1、FC ニュルンベルクへの移籍が発表された。契約期間は3年間。ニュルンベルクはそれまで勝利がなく、長谷部にかかる期待は大きかったが、以降もチーム状況は上向かず、結局ブンデスリーガ史上初の前半戦未勝利に終わった。 1>, 1月の合宿で右膝の半月板を損傷し離脱すると2月にはチーム練習に合流するも再び同箇所を痛め帰国。2月28日に再手術を行ったことがクラブより発表された。5月11日の最終節で復帰を果たしたがチームは不審から脱せずに不降格となった。2014年6月2日、アイントラハとフランクフルトと2年契約を締結。 2014から15シーズンは開幕からシーズン通してボランチを務め出場停止の1試合を除くチーム最多自身としてもブンデスリー外籍後では最多となるリーグ戦33試合に出場しチームを支え続けた2015から16シーズン開幕前にトーマス・シャーフが辞任しアルミン・フェイが新監督に就任すると 右サイドバックとしてプレイする機会が増加しチームも、低迷、レフネームイコール bundesliga.com スラッシュ2016スラッシュ6スラッシュ150年目を迎える長谷部、ブンデスリーガでの奇跡ダッシュ bundesliga.com 2016年6月15日、レフ。2016年1月30日のブンデスリーガ。 第19節アウクスブルク戦に出場し、奥寺康彦に続く、日本人二人目となるブンデスリーが通算200試合出場を達成。2016年3月に、フェイが解任されニココバチが監督の座に就くと、再びボランチに固定され、4月30日の第32節ダルムシュタット戦では1091日ぶりに得点を決めるなど、自身も復調を見せた。チームは16位で、 リーグ戦を終え、フルス・ニュルンベルクとの入れ替え戦に勝利し、残留を決めた。入れ替え戦2試合にフル出場したが、フルス・ニュルンベルクが相手だったため、2年前このチームが降格した時に関わっていた一選手として、心の底から本当に喜ぶという感覚が湧いてこないと複雑な気持ちを明かしている。2016から17シーズン。 2016年10月28日のブンデスリーガー第9節ボルシア・ベンヒエングラートバッハ戦では、スリーバックの中央で先発して3試合連続の無失点に抑えて以降リベロとしての起用が増加12月20日フランクフルトとの契約を2018年まで延長したことを発表した2017年1月27日第18節のシャルケ戦では 今季初アシストを記録。2月5日、第19節のダルムシュタット戦で今季初得点を決めた。3月5日、第25節のフライブルク戦では、奥寺康彦が保持していたブンデスリーガにおいて、日本人最多出場記録を更新した。3月11日に行われた第24節のバイエルンミュンヘン戦で、クリアの際にポストに激突し、 左すねを6針縫合する怪我を負い、さらにその後に右膝の負傷も発覚し、手術を行った。この怪我の影響で以降の試合すべてを欠場した。2017から18シーズン、毎シーズンの怪我や手術の影響もあり、約5ヶ月間公式戦の出場はなかったが、2017年8月12日に行われた DFB ポカール1回戦。 ヘルンテブリュック戦で復帰を果たした。2018年1月27日、第20節のボルシアメンヒエングラートバッハ戦でフランクフルトにおいて出場した。試合数が100試合に到達した。4月21日に行われた第31節のヘルタ・ウェルリン戦において、57分に相手に PK を献上し、先制を許した後、80分に、 ダビーゼル家の顔面への肘打ちで一発退場となり、24日にドイツサッカー連盟から相手選手に対する悪質な反スポーツ行為として4試合出場停止処分、うち最後の1試合は執行猶予処分を課された。この処分により、長谷部は3試合を残してリーグ戦全日程を終えることとなった。5月19日、カップ戦決勝のバイエルンミュン編ン戦では先発し、 三から一で勝利に貢献して優勝カップを手にした。ドイツ移籍後では、ボルフスブルク時代のリーグ優勝以来のタイトル獲得となった。2006年1月の代表合宿、2月のアメリカ遠征の際に、サッカー、日本代表に初選出された。2月11日、親善試合のアメリカ戦では後半途中から出場し、持ち味であるドリブル突破や試合終了間際に、 ミセス,スルーパスなどデビュー戦ながら存在感を示した。2月22日のアジアカップ予選のインド戦に先発し、後半13分に代表初得点を決めたかと思われたが、審判団の競技の結果、長谷部のシュートが牧聖一郎に当たって入っており牧の得点となった。2006年のドイツワールドカップのメンバーには選ばれなかった。イビチャオシムが 日本代表監督に就任すると、再び代表に選出されたが、2007年以降は、代表から漏れることが多くなった。2008年5月15日、岡田武史の監督就任後初めて、日本代表に選出。キリンチャレンジカップ第一戦、対、コートジボワールに出場し、前半、右サイドを駆け上がっての絶妙なセンタリングで、同じく代表に復帰した。 カ田,田刑事のゴールをアシスト。1から0の勝利に大きく貢献した。以後の代表戦において、エンドを保つ人とのダブルボランチを形成し、レギュラーに定着する。2009年6月6日、ワールドカップ出場権獲得に大手をかけた、南アフリカワールドカップアジア最終予選アウェイでの、ウズベキスタン戦に、スタメン出場。この試合に1対0で勝利し、 四大会連続四度目の W 杯出場を決めた。十一月十八日、アジアカップ最終予選の香港戦で代表初得点を挙げた。二千十年五月十日、南アフリカで開催された二千十0 f i f a ワールドカップの日本代表メンバーに選出。岡田から長らくキャプテンを務めていた中澤祐二に代わるキャプテンに指名され、W 杯ではグループリーグ三試合と、 決勝トーナメント1回戦に先発出場し、日本代表のベスト16入りに貢献した。10月8日、国際新善試合のアルゼンチン戦では、岡崎真嗣の決勝点の起点となる強烈なミドルシュートを放つなど活躍し、日本代表の歴史的勝利に貢献した。南アフリカ W 杯後に、日本代表監督に就任したアルベルトザッケローに、 からも引き続きキャプテンを任され、2011年1月にカタールで開催されたアジアカップでは全6試合にほぼフル出場し、日本代表の2大会ぶりの優勝に貢献。グループリーグのシリア戦では先制点を挙げた。2014年6月に開催された 2014FIFA ワールドカップ前には同年2月に手術した右膝の炎症が再発し、 直前の親善試合では、キプロス戦以外はすべて欠場。本大会では全試合スタメンで出場したが、チームはグループリーグ敗退となった。2016年9月1日に行われた 2018FIFA フフワールドカップアジア3次予選の UAE 戦で、日本代表史上6人目となる通算100試合出場を達成。2017年3月に負った怪我や手術の影響で、 代表の試合にしばらく出場できなかったが、W 杯出場のかかった8月31日のアジア3次予選、オーストラリア戦で代表復帰、キャプテンとしてフル出場を果たし、2大会連続キャプテンとして W 杯出場に貢献した。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、W 杯3大会連続出場を果たす。 ダブルボランチの一角として、グループリーグ3試合に出場し、キャプテンとして GL 突破に貢献。しかし、チームは決勝トーナメント1回戦で敗れて、ベスト16止まりに終わり、自身のインスタグラムにてこの大会限りでの代表引退を表明した。3大会で W 杯11試合出場は、川島栄次、長友優斗と並び日本人最多出場となった。 センターハーフを本職としつつ、サイドでの起用にも対応する高い戦術理解力と、抜群の安定感を兼ね備える。浦和時代は、繊細なボールタッチを持ち味とする司令塔として、活躍したが、ボルフスブルク遺跡後は、中盤の攻撃的な位置や、守備的な位置に加え、右サイドバックや、センターバックに入ることもでき、ユーティリティプレイヤーに進化。持ち前のテクニックに加え、 欧州仕様のフィジカルと対人プレーの強さを体得し、守備でも危険察知能力、カバーリングが成長した。フランクフルト時代に、長谷部を指導した、ニココバチは、スリーバックの中心としても、ボランチとしても常に、我々の助けとなってくれる存在だ。誠は、どこで起用されても、決して不平不満を口にすることなく、常に力を出し尽くす、何でもできる、 疲れ知らずの選手なんだ。ぜひ強調しておきたいのだが、彼はまさに、ソルジャーというタイプの選手だよと評価している。14092355569923267コールスパンイコール2200282749935537648130その他の公式戦。通算。 コールスパミイコールに AFC 通算。コールスパミイコールに UEFA その他の国際公式戦。通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。